ミッチーブームが日本中に巻き起こりました。そしてミスユニバースに日本の小島明子さんが選ばれたのもこの年です。そしてあの大ヒットから37年、人々に愛されてきたペギー葉山さんの歌、今週6位南国土佐を後にして、南国土佐を後にして、都へ来てから行くとせぞ、思い出します故郷の友が、門出に歌ったよさこい節を、土佐のごちの播磨山市で坊さんかんざし青を見た、月の浜辺で焚き火を囲み、しばしの娯楽のひとときを、私も自慢の追い張り上げて歌うよ、土佐のよさこい節を、歌うよ土佐のよさこい節を、よさこい。